サボラックス・キュメネゴルド圏、サボラックス及びキュメネゴルド圏は、かつて存在したスウェーデン統治下のフィンランドの圏。1747年から1775年まで存在した。フィンランド語では、キュメンカルタのサボ州、キュメンカルタの及びサボ州と呼ばれる。大北方戦争によって、カルヤラの領土をロシア帝国へ割上することになったスウェーデンは、 1741年にロシア帝国と再び交戦する。同戦争は1743年に終結し、応募条約によってスウェーデンのキュメネゴルドニュースロット圏の県庁所在地のビルマンストランドを含む同県の南部がロシア帝国に割譲される。この割譲によって県庁所在地が失われたキュメネゴルドニュースロット圏が サボラックス・キュメネゴルド県に再編されて成立した。また、この再編時にニューランド・タバステフス県から一部がサボラックス・キュメネゴルド県に移管されている。その後、1775年にサボラックスカレー連県とキュメネゴルド県に分割されて消滅した。ありがとうございます。